はい皆さん、こんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は選手の分別方法について、ちょっと皆さんとお話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、結構ね、あの選手の分別に困っている人いるんじゃないかなと思いまして、この動画結構需要があるんじゃないかと、ふと思いまして、ちょっと作ろうかなと思います。まあ、結構ね、J クラやってると、まあ、ある程度やってきますと、ボックス枠、まあ、カードバインダーも含めて、まあ、700、今最大700かな、700枠あるんですけれども、意外と埋まっちゃうんですよね。 はいまあ、僕も結構埋まってますけど、はい、意外と埋まっちゃうんですけれども、まあ、意外と中身見てみるとみんな選手残しすぎじゃないって個人的に結構クリニックとか見てて思うことがあるんですね、はいまあ、クリニック以外でもそうですけど、はいまあ、相談とかに来る人もそうなんですけど、まあ、結構僕も人のボックス内見させてもらいまして何、まあ、な,ならまあ結構見てる方だと思うんですけれども。 はい。まあい、やっぱり結構、まあ、結構スッキリしてる人はスッキリしてるんですけれども、まあ、いかにもこれ売ってもいいよなってカードを残してる人とかも結構いるんで、はい。まあ、そういったところのね、今日分別方法とかをちょっと、はい、レクチャーしていこうかなと思います。まあ、結構ね、その選手ボックスがパンパンって結構ストレス溜まるときないですか例えば、まあ、周回日べとかやってて、まあ、グローリーすぐ売らないといけないとかね。例えば、一平君を探せとかやってて、 グローリーすぐ1回2回試合したら溜まってまた打ってを繰り返すとれめんどくさいとかね。あると思うんですよ。そのストレスを解消しようっていうね、話ですよね。はい。で、意外とこれ簡単にできるんですよ。ただみんなやってないだけで。というのを今日ね、ちょっとやり方を伝授していきます。ので、よかったら最後まで聞いていってください。まあ、そんなに難しい話ではないんですけれども、じゃあみんながなんでカード保管しすぎなのかっていうのは理由はいくつかあると思うんですけれども、まずその理由の一つにこれがあると思います。はい。 将来的にもっと強くなりそう。これはね、間違ってないんですけど、まあこれ結構多いんじゃないかなと思います。まあ若手選手とかが結構グレード上がってきたときに、まあ初めて85乗ったとかね、そういった選手をなかなか売れない。まあ今後ね、代表にも入って注目してるから、もうちょっと上がるんじゃないか。まあその考えは正しいと思います。正しいと思うんですけれども、ただじゃあ、まあその正しいのを前提としまして、えー、お話を進めていきますと、 じゃあ僕からちょっと投げかけたい質問があります。皆さんに。まあそう思って撮ってる人にね。こちらです。もう一度考えてほしい。その選手育ったとして本当に使うんっていう。<laughs> 本当に使うって聞きたいです。はい。これどういうことかというと、まあちょっと後でまとめてお話ししようとする思うんですけれども、じゃあその選手が仮に85ぐらいで今撮っておいたとしましょう。 じゃあその選手が88,89,90とかね。まあそこら辺まで上がってきて、まあ90以上超えるのは結構一握りなんで、なかなかちょっと厳しいとこあるんですけれども、じゃあそこら辺まで育ってきたとして、まあその選手、じゃあ今自分のスタメンとか見てみて、まあそのスタメンの選手を押し、押し抜いて、ね、押しのけてえ使う可能性があるのかっていうのをね、一番にちょっと考えてほしいかなと、個人的には思います。はい。で、もう一つ理由ちょっとあげましょうか。 みんながカード保管しすぎな理由もう一つ。タイプ別で使えそう。まこうありますね。タイプ別ね。スーパーリーグね。わかります。気持ちいい。スーパーリーグ。はい。スーパーリーグで使いたいからな。まあ、確かにあるんですよね。僕も結構言うときあります。例えば、まあ、スピードタイプとかで言ったら、例えばボランチとか、ミッドフィルダーとか、まあ、ディフェンダーもそうですよね。まあ、キーパーはそうでもないかもしれんけど、まあ、キーパーも一応言いましょうか。まあ、スピードタイプで言ったらフォワードは結構いるんですけど、まあ、その他のポジションがちょっと乏しいというところで、まあ、意外と保管しておいたらいいよ。 っていう話はするんですけれども、まあ、これって実は、最初の方ってそんなに意味ないんですよ、うん。何が意味ないかって言ったら、あの、別に、例えば育てれない選手を持ってたとしても、まあ、例えば70レベルとかで入れるじゃないですか。スーパーリーグ。まあ多し、そんな成績変わんないですよね。うん。だから、まあ、正直な話言うのは、ただここをもう一度考えてほしいのは、本当にそのカードを残しておけば、ちょっと勝率上がったりするっていう。 そんなに変わるっていうところはあります。特に序盤の人たちね。あの、本当に序盤の人たちというのは、なるべくカードを売って、コインにして、あの、育てないといけないですよね、選手をね。本当はそっちに回した方がいいんじゃないのっていうのをちょっと聞きたいところがあります。だから、育ってない場合っていうのは、そんなに、例えば70とかでそのまま入れたとしても、そんなに戦力になることはない可能性が高いです。ただ、本当に不足しがちなポジションはいます。例えば、スピードタイプで言ったらボランチとかね。 うん、スタミナで言ったらフォワードとか、まあ、いろいろあるんですけれども、そういったところはまあちょっと優先して残してもいいにしろ、その他のポジションね、意外とまあ少ないけど、まあまあ手に入るんだよなぐらいのポジションの選手を結構残してる人いるんですよ、タイプ別のために。そもそも僕が思うのは、タイプ別のね、ところの褒めあ,あるじゃないですか。あれをそもそも、もう通常の時は設置しないのがいいと思います。あこれ設置しちゃうとずっと残ってる人はずっと残っちゃうじゃないですか。 タイプ別のためにその時にちょうど居合わせた選手を使うのはいいんですけどまあ前々からそうやって準備をするのは本当に総合力で言ったらもう10万超えたりとか11万超えたりとかしてもうスタメンの選手がみんな監督とかしてるとかねそういった感じでちょっと育成に余裕が出てきた時にタイプ別は正直考えればいいかなと思うんで、まあ、こういった時で結構取ってる選手に関してはまだそこまで総合力がいってない人とかは僕は個人的には積極的に打っていく必要があるかなと思います。 はい。ということでね、まあ、二つの事象を説明しましたけれども、じゃあ、えー、根本的なね、じゃあどうやって、その、比較したらいいっていう話なんですけれども、まあ、当然ね、こちらなんですけれども、自分のスタメの選手と比較していくやり方が、まあ、一番おすすめかなと思います。はい。まあ、これどういうことなのかというと、まあ、例えばさっき最初に言った、これから将来性のある選手だったりとか、タイプ別で使うとかね、まあ、タイプ別で使うはちょっとあれですけど、まあ、特に最初の、 将来性があるとか、今後まだいいカードが出る可能性があるとか結構あると思うんですけれども、これを要は断捨離するときに考えるやり方は、今の自分のスタメンの選手を見たときに、その選手がこの選手を押しのけて出てくる可能性があるか、どれぐらいあるのかな、これを基準にするといいということですね。はい。じゃあ、例えば、まあ分かりやすく言うと、スタメンにじゃあめちゃくちゃ強い CF がいると。うた選手とか、ね。 まあ例えばまあ異次元の選手でもいいですけど、まあ、他の異次元の選手がいるとかじゃあそこに若手の選手パンって来て85ぐらいのね85とか8まあそれぐらいのね88ぐらいの選手とかねパンって来た時にじゃあこの選手を押しのけてこのせねその引いた選手が今後育って入ってくる可能性があるかもしくは、まあ、これは本当に1年以内ぐらいのスパンで考えていいと思うんですけどあるのかどうかっていうのをまず考えてほしいです。 例えば、フォワードにめちゃくちゃいい選手がいるのに、シャープシュ持ちとか、まあ、ゴルハンとか、ゴルハン音速とかね、結構そういう選手いるじゃないですか、若手の選手でも。バンって来たときに、うん、これ、取っといてもなって感じするじゃないですか。だってう、この選手がダミアン選手、宇タカ選手超えるとかね、うんまあ、他の選手でもいいんですけど、超えないよなってなると思うんですよ。そういう選手は僕は個人的には売っていいと思う。うん。売るべきだと思います。そうしないと、そあのー、 まあ要は、実用性がない選手が溜まっていっちゃう状態になると思うんですよね。どん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 。で、抱え込んで抱え込んで、85の選手だけいっぱいいっぱいになっていくんですけどで、売れないっていうね。で、それ売れないことに関して何が起こるかって言ったら、例えばその保管してた選手をもう1枚引くとしましょうか。重ねちゃうでしょ。重ねるって行為は、結構、まあのまあ、いい場合もあるんですけど、その、今話してる重ねるって行為に関しては、正直、愚策でしかないっていうか、もったいない。 これは育成がすごく回ってる人だったらそれでいいんですけども、育成が回ってない人だったら、毎回コインちょっと交換足りないんだよなっていう人は特に愚策かな。うん。これをやっていい人というのは結構課金してて、これもコインに毎月困らない。人はこのやり方でやるべきなんですけど、もうコインがとりあえず足りない。特に無課金とか微課金でやってる人とかは、もうこういうのは積極的にコインに回さないと足りないんですよ、コインが実際。 足りない月の方が多いいと思います、まあ、月によってはねその手に入る枚数とかも変わってくるんですけど足りない場合が多いと思うのでこれはしっかりとさばくべきです自分でじゃないとコインがたまっていかなくて自分の結局メンツ強くならなくて、まあ、悪循環がね生じるんでねこれはね特に気をつけましょうじゃあ逆に残すべき選手って何なんって感じになりますね今売る選手を結構言ったんですけど残すべき選手は特別に抜けた選手がいないポジションね、うん、例えば ボランチで、まあ、ディフェンチが高い選手がいないんだよなとか、まあありますよね。うん。例えば、まあ選手はいるんだけど、センスがついてないとか、まあ全然入れ替わる可能性あるなとか、まあキーパーとかね、うん。そういうところは広く持っておいた方がいい場合はあります。なぜなら、まあね、受けが広い方が、あの、更新、まあ、例えばかぶって引いたときにセンスでね、まあ、例えば顔面引くとか、まあね、金ディフェンス引くとかで、ちょっと優位に立つ可能性があるんですよね。 まあ要は、J クラって、選手カードの問題でもあるんですけれども、センスに占める部分が結構でかいので、まあ、例えばいい選手い、いいセンス、いセンスがついたら、その選手を育てて、そのままレギュラーにすればいいって話じゃないですか。で、それに漏れた選手はそのタイミングで売ればいい話なんで。だから、まあ、本当に自信のある選手がいないポジションっていうのは、広く持っておくべきかなと思います。ただ、まあ、そこで誰かが飛び抜けてきたときは、もう、潔く、その時に持ってる選手は売りましょう。これを、 徹底していけば、えー、毎月トレードコインがそんなに足りなくなることもないし、まあ最低でも金さんが20とかは交換が多分回ると思うんですね。うん。で、まあなんなら、あわよくば銀とかもちょっと回しても、全然毎月毎月回るようになるし、で、これが回ってない人っていうのは結構そういうところで、えー、断捨離がうまくいってない人が、やっぱり多いのでどうしてもね。まあ始めたての人とかはちょっとしゃない、仕方ないね、部分がありますけど、まあ特にもうある程度経ってきた時に、まあコインが足りないってなった時は、 積極的に打っていっていいです。こういう選手はね。なので、選手の断捨離っていうのはすごく育成にも関わってくるし、まあそういうね、メリット、デメリットもあるんですけれども、うん。基本的には、まあ考えてない、考えないでいいところも考えちゃってる可能性もあるので、まあそういうところはしっかりね、考え方を変えるように意識していければなと、思います。皆さんがね。はい。で、意外とね、まあそんな単純でいいんていう人いますよね。はい。そんな単純でいいんすよ。 <laughs> 考えすぎはね、良くないです。良くない良くない。まあそれぐらい割り切ることもね、時には必要なんですよね。結構優柔不断の人とかもね、いますよね。売っちゃったらな、次、キラキラ嫌だなとか、もうそんな考えなくていいです。もう来た時は来た時にまた考えればいいんです。そんな確率なんてたかが知れてるんで、はい。それぐらいもう割り切りましょう。もう割り切って売って育成した方が強くなる確率が明らかに高いです。なので、まあしっかりね、ここは、えー、売り込んでね。 まあ、コインが足らずに2、3が交換できないよりはマシなんで、しっかり交換して、えー、自分の強い選手をしっかり育成するように考えていきましょう。はい。ということで、まとめなんですけれども、まあ、ボックスワークがね、足りないんだよなが、が口癖の人はね、まずね、自分のボックスをしっかり見ましょう。間違いない。これで大体整理できます。はい。<laughs> いらないと思ったら売る。うん、取りぎなんすぎ、残しすぎな場合がね、ほとんどなんでね。 まあボックスが足りないんだよなーって呟いちゃってる人は、まあちょっと自分のボックスをね、そうやってみ見てみて、で自分のね、スタメンとかの選手とかとその残してる選手を比べてみて、まあこのその選手がね、今後将来性があるのかどうかとかね、超える可能性があるのかというのをしっかり見た上で、えー、残すか売るかは判断していきましょう。はい。ということで、じゃあ今日の動画はこれにて終了となります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。